1876年、家族と、ルートビヒ4世が抱いているのが、後に、ジフテリアで創生するバッシマリー・ヴィクトリア。次男フリードリヒは1873年に、創生している、アリス・モード・メアリーは、イギリスのビクトリア女王とアルバート公の次女。ヘッセン大公ルートビヒ4世妃。名前のアリスはドイツ語では、アリースとなる。フローレンス・ナイチンゲールの弟子の一人で、 ヘッセンの福祉、医療改革などに貢献した。宗教にも造形が深かった。1850年11月に、ウィンザー城で家族と共に出会った、同い年のアフリカ人の少女サラ・ホーブス・ボネッタとは、たびたび文通をする仲となり、生涯を通じての親友となった。1860年6月に、ヘッセン大公国のルートビヒ大公使と、婚約。 1862年7月1日に結婚した。ルートビヒは1877年に対抗となった。1878年にジフテリアが蔓延した際、アリスは子供たちの看病をしていたが、自身も感染し、父の命日にわずか35歳で死去した。アリスとルートビヒ夫との間に7人の子供を設けたが、母から遺伝した血友病遺伝子を持っており、 次男は、それが原因で創生した。長女ビクトリア・アルベルタは、スウェーデン国王グスタフ6世、アドルフ・ヒルイーズ及びルイス・マウント・バッテンの母であり、エリザベス2世の夫エディン・バラ公、フィリップの祖母にあたる。長男エルンストルート・ビヒは、ヘッセン大公になり、次女エリーザベトは、ロシアの皇族セルゲイ大公妃、エリザベータ・フヨード・ロブナに、四女アリックスは、 ロシア皇帝ニコライ2世の皇后アレクサンドラとなった。アリスが嫁ぐ際、ビクトリア女王からダイヤモンドを散りばめたティアラが贈られた。このティアラはアリスの死後、長男エルンストルートビヒのヒエレオノーレに受け継がれた。1937年に起こったオーステンデでの飛行機墜落事故の際、乗客だったエレオノーレらヘッセン対抗家の家族は事故死したが、 鉄製の専用ボックスに入れられていたティアラは奇跡的に無傷で見つかった。現在このティアラはヘッセン財団に保管されている。ありがとうございます。